今回はきゅうり農家さんのお宅にお邪魔します。これから旬になるきゅうりについてたくさん学びたいと思います。レシピに活かせることもたくさん聞きたいと思います。収穫ゴー。ということで今回はきゅうりを生産している神崎さんのハウスにお邪魔しました。神崎さんはきゅうりのほかぶどうや梨の果樹も生産しています。神崎さん、きゅうりの栽培は今が旬なんですか？そうですね、ちょうど今5月6月っていうのは収穫のピークになってますね。ハウスものは本当今が旬で、その後は、外で作る露地もののきゅうりがまた出てくるので、そちらのきゅうりは7月8月とかが一番ピークですね。きゅうりはどうやって収穫したらいいんですか？はい、じゃあちょっとやってみますね。普段はもう本当手でこうやってパチって取っちゃうんですね、はい、うん、でちょっと曲がってるじゃないですか。これって曲がりはちょっと B 品になっちゃうので、例えば収穫したばっかりのきゅうりって結構柔軟性があってまっすぐになるんですよ、うん、取り立てのきゅうりって本当は花がついてるんですよね。最初はこんな大きさ、うんうん、よく花が咲いて実がなって、でこれがもう本当気温が高い時は1回で1日でもう10センチぐらい伸びるんですね。そう、あっという間に伸びてしまうキュウリの収穫時期は忙しいんだそうです。キュウリの美味しい食べ方はありますか？やっぱりね、取り立てはそのまま味噌とかつけて食べるのが一番好きかな。はい、美味しそうなきゅうりですね。いただきます。どうですか？とても水分が多くてシャキシャキしています。なんか思ってたより甘みがあります、はい、きゅうりのみずみずしさを生かしたレシピを考えます。きゅうりのシャキシャキとした食感を生かしてレシピを作ります。生で食べたらもちろん美味しいきゅうりですが、加熱した調理法を考えたいと思います。私はきゅうりに合う味噌をアレンジしてみたいと思います。藤沢ご飯、お楽しみに。